今日は多くの人に誤解されている王女という言葉の大切な意味について話をしていきます。王女というと、お隣のおばあさんが王女をしたそうだとか、弁慶の立ち王女というように、死んだという意味で使われます。そのため、 関西方面では、王女せいやーというのは、死ねやーという意味で理解されています。死ぬ以外にも、そこから転じて、交通渋滞で王女をしたというと、身動きが取れなくなったという意味ですし、王女際が悪いというと、諦めが悪いという意味になります。 ですが、これらは正しい意味ではありません。往生はもともと仏教の言葉なのですが、死ぬとか動けなくなるとは比較にならない尊い意味があります。それは一体どんな意味でしょうか。往生とは一言で言うと、助かる。 ということですが、この往生には2種類あることを知らない間は、本当の幸せにはなれません。その2つとは何かというと、1つ目は、肉体の往生で、死んでからの往生です。2つ目は、心の往生で、生きている時の往生です。 まず、一つ目の、死んでからの王城は、死んで、極楽浄土へ行って、仏に生まれる王城で、一番よく使われる王城です。これは、肉体の王城です。肉体が死なないと、極楽へ生まれることはできませんので、死んでからの王城となります。 ですが、誰でも死にさえすれば、往生できるのではありません。ブッダはお経に、極楽へは行きやすいのに、行っている人が少ないと説かれています。それというのも、普通私たちは、死ぬまでの行いによって、運命の法則に従って、 死後の世界が決まります。そして、生まれ変わり、死に変わりを永遠に繰り返します。ですが、極楽へ往生すれば、この生まれ変わり、死に変わりを果てしなく繰り返す迷いから離れて、永遠の幸福になることができます。それには、生きている時に、 果たしておかなければならないことが一つだけあります。それが二つ目の生きている時の往生です。生きている時の往生については、仏陀はお経にこのように説かれています。あらゆる人は仏教を聞いて苦しみの根源が 断ち切られた瞬間、王女を得て、不人転になる。不人転とは、少状樹不人転のことです。少状樹とは、必ず仏に生まれるに定まった人ということで、不人転とは、絶対変わらない身ということですから、 正常寿不退転は死ねば極楽参り間違いなしの変わらない幸福のことです。これは生きている時のことですから、この往生は生きている時の往生です。なぜ生きている時に往生できるのかというと、これは 肉体の王城ではなく、苦しみの根源である、迷いの心が切り殺されて、変わらない幸福に生まれ変わる、心の王城だからです。この王城が、生きている時であることを、ブッダはこうも教えられています。どんな人も、この法を聞き、 苦しみの根源が断ち切られた瞬間、大宇宙の宝を丸もらいして、変わらない幸福に救い取られる。だから、火の中をかき分けても聞くがよい。このように、生きている時の往生とは、苦しみの根源が断ち切られ、 変わらない幸福になることです。もし、王女セイヤーというのが、変わらない幸福になりなさいという意味だとすれば、ブッダのおすすめと同じですので、とても尊い言葉です。では、死んでからの王女と、生きている時の王女は、どんな関係に、 あるのでしょうか死んでからの王女と生きている時の王女は切っても切れない関係にあります。それは生きている時に心の王女を果たした人だけが死んで極楽へ行って仏に生まれることができるということです。ブッダが 極楽へは行きやすいのに、行っている人が少ないと言われるのは、心の王女を果たした人は、死ねば必ず極楽へ行けるのに、生きている時の心の王女を果たす人が少ないからです。生きている時の王女ができなければ、死んでも極楽へはいけません。 また、果てしなく、迷い続けることになります。生きている時に、心の往生を果たすことができれば、死んで、極楽へ往生できるのです。ですから、死んで、極楽へ行く時に、必ず必要なのは、生きている時に、変わらない幸福になることです。 では私たちはどのようにすれば生きている時に心の往生を遂げて変わらない幸福になることができるのでしょうかそれには仏教を聞いて苦しみの根源を知りそれを断ち切らなければなりませんではその苦しみの根源とは何かについては ビデオの下の URL からメルマガに登録してご覧ください。